実は当院にはですね、いっぱいアメジストがあります。今日はね、そういったところをね、紹介していきたいと思います。皆様こんにちは。歯は臓器、歯があるのが当たり前の社会を作りたい、村歯科クリニック院長の村津大地です。今日はですね、病院の、こだわりというかですね、設備というか、長年ですね、実は当院にはアメジストがいっぱいありましてですね、開業当時からずっとあるんですが、よくね、患者さんからそのことをですね、言われるので、簡単にね、紹介していきたいなと思います。治療というよりかはですね、なんでそういうものがあるのかとかですね、どういった思いなのかとか、どういった意思があるのかっていうのをですね、今日ね、石好きの人にはですね、必見の回になっているかと思いますので、ご案内していきたいと思います。アメジストっていうのは、紫色のね、水晶ではありますけれども、こんな感じですね。結構大きいものになりますけれども、こういうね、アメジストという紫色の水晶ですが、これはね、うちにはもう何十個ですね。とあります。今ね、ちょっと重たいので、置きますけれども、今見てもらったものはですね、かなり小ぶりな方に入ってきますけれども、私の身長よりですね、高いような、そういったものもありますので、また後ほどですね、ご案内していきたいと思います。なんでこういうものがあるかっていうとですね、実は先代の院長、私の父に当たる、村津和正というのがいたんですけれども、先代がですね、とてもこの石が好きで、開業当時からですね、そういった石を置いて、その思いとしてはですね、もともとその水晶っていうのは悪いものを吸ってくれるという、そういうですね、言われがあったりするので、病院にですね、やっぱ悩みがあってくる、歯が痛くてくる、不安があってくる、そういったね、不安を、ちょっとでもね、こういった石にでも吸い取ってもらって、パワーストーンじゃないですけれども、ちょっとでもですね、いいエネルギーを持って帰ってもらいたいっていうところから始まって、行きました。で、そこがですね、気がつけばちょっとずつ増えていってですね、今ではおそらく石屋さんよりも多いんじゃないかっていうぐらい、かなり大量の石がありますので、後ほどですね、ご紹介していきたいなと思います。何かね、効果があるかっていうと、よくわからないのはわかりませんけれども、ただやっぱりこう見てて綺麗だとかですね、心が癒されるとか、なんか元気になるっていうですね、やっぱなんかこう、ただただこう無機質に何かね、機械を置いたりとか、飾り物を置いたりするっていうよりかは、心がこう、元気になっていくような感じがするので、私はとても好きですね。この場所にもですね、もう一個あります。実はですね、ここにずーっとこう治療台があるんですが、実はですね、一度も映ってなかったんですけれども、この治療台のですね、天井がですね、うちではこのようになっております。このようにですね、実は診療台の上にですね、このようにアメジストを砕いたですね、石を上に貼り付けてプレートにしていると。あとは、中に LED ライトをですね、入れてるんですけれども、こういう感じで、ですね、なんか寝た時はですね、真ん中がこのようにこう見えるようになっております。じゃあこの真ん中にですね、この星のマークなんかもありますが、これね、ちょっと当院の開業当時からあるマークでしてですね、ちゃんと意味があります。宗教マークじゃありませんよね。よくね、これ何のマークですかって言われるんですけど、ちゃんと意味がね、ございます。これはまたね、いつかお話しする機会があればと思いますが、なんでここにしてるかというと、やっぱり寝た瞬間が一番皆さん緊張しますよね。ということは、寝た瞬間に一番天井になんか綺麗なものがあったら和むんじゃないかっていうところで、天井がですね、このようになっております。他のお風呂ユニットも、こういう感じで全部天井についてますね。であとですね、結構ね、すごい石もありまして、これ見えますか？こんな感じの、遠くから見るとちっちゃく見えるかもしれませんけれども、私の身長よりもちょっと高いですね。これぐらい、こういうアメジストなんかもですね、あります。他にもですね、階にも実はいっぱいあるんですけれども、病院時代はですね、2、3、4、5とですね、4つのフロアがあります。2階だったら今の大きなやつ。そういうのをですね、各フロアのシンボルとして、置きながら、やっぱり皆さんにちょっと元気になってもらいたいというところで、巨大なアメジストがいっぱいあると。今回はですね、ちょっと全然治療と関係ない、病院のちょっとした案内でしたけれども、施設ではですね、結構大きい施設でですね、椅子も28台ぐらいありますから、またいつかですね、病院ツアーなんかもまたやってみようかなと思いますので、その時はぜひお楽しみに。今後はですね、歯の情報とか、皆さん知らないですね、健康情報なんかもまた、ね、発信していきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまたね、次回の動画でお会いしましょう。こんな感じでね、いっぱい見てもらいましたけど、実はね、こういったですね、こうキューブ状のこういうですね、オリジナルのアメジストボールなんかもですね、作ったりしております。どんだけ好きやねん